こんにちは。久しぶりにね、プロモーションビデオの撮影のためのネタ撮りに行ってきたんですよ。このネタ撮りっていうのはね、本当に厄介ですね。時間にして本当にね、10秒、15秒のこの2本なんですよ。でも、ロケに行って、撮影して、人目を忍んで、それからこれから編集と。ね。まさにね、吉谷さんがね、送ってきた、そのネタの通りのことを私今してましたよ。で、作品は見えて、あ、いいな、かっこいいな、なるほどなって思うんだけども、それだけじゃないんですよね。裏で作る作業っていうのは、企画から撮影からロケ班から編集からね、それから BGM の設定とか、それこそ権利の関係とかね、なんですよ。だから一口に売上10万円って言っても、10万円を構成するための工数っていうのは果てしなくこう細かく分かれて積み上がっていきますよね。すごいですね。いってらっしゃい。